今日も松本さんの件に関して解説していきたいと思います。ホワイトボード導入しました。1つ目、ワイドナショー出演取りやめで、2つ目、松本さんが吉本興業じゃなくて松本人志個人として訴訟をするっていうニュースが出てたんで、それ結構大きいことなので解説します。で、3つ目が松本さんの初動ミス、週刊誌に直撃された時にどういう初動を取るのが最善なのかという話をします。で、4つ目、週刊誌の印象操作。僕も編集者として文章を書く側、書いて発信する側、かつ文春にやられた側、両方の側面を持つ、非常に珍しい存在だと思うので、その辺を話していきたいなと思います。1個目のワイドナショー出演取りやめ。これに関してなんですけど、だいぶかなりゴタゴタしたなという印象で、まず、松本さんが吉本興業から松本さんの芸能活動休止が発表された後に個人のツイッターで、ワイドナショー出ますって言いました。で、その時点で僕の配信でも言ったんですけど、吉本と歩調が合ってないんじゃないかって言ったんですけど、なんかそんなような、感じがしましたね。まず経緯で言うと、休止しますって吉本が発表して、松本さん個人の SNS のツイッター X で、ワイドナショー出ますって言って、その後、出ますと言っても挨拶程度ですっていう風にちょっとトーンダウンし、そしてついに昨日、公式の発表として松本さんは総合的な判断により出演いたしませんという流れになりました。いろんなところで解説されてますが、これはなんでそうなったかっていうと、テレビというのは公共の電波を使ってて、みんなのもの。だから法律で放送法というものがあって、中立、公平、公正のに届けなさいと、情報をっていう決まりがあります。なので、ワイドナショーという松本さんのかつてレギュラーを務めてた完全なホームで、しかも吉本興業が制作にも入ってる、ところで、しかも収録ですね。生放送じゃなくて収録、ノーカットで お届けしますっていうことはできたと思うんですけど、生じゃない収録いかようにでも撮り直しも、編集もできる、場所で、松本さんの側からだけの意見を言うっていうのは公平公正の発信にならなくて放送法に引っかかるので、やめるっていう決断にフジテレビはしたのだと思います。で、それも吉本興業も了承して決まったっていう話だと思います。で、なんか個人的な意見としては、なんか一昔前なら普通に松本さん出てたような気がして、というのも別にテレビってそんなに公平公正を心がけてるかっていうと、片一方の意見だけ流したり、することもあって、で、当人が、一番渦中の当人が番組に出て釈明するっていうのも、テレビとしては一番視聴率取れるし、注目浴びるし、そのテレビ屋としては一番欲しい絵ですよね。なんで、そういう放送法の観点もありつつも、普通にちょっと前のだった松本さん出てわーって自分なりの意見言って、で、東野さんとか、それは松本さんの意見でいろんな意見があると思いますけど、みたいに締めてやるみたいな感じはあったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり違うのは、今やっぱ SNS があるっていうのが本当に大きくて、で、松本さんがワイドナショー出ますってツイートした瞬間に、お前公共の電波私物化してんじゃないと、何考えてんだと、お前のものじゃねえよテレビはっていう意見で、放送法に引っかかるBPO の審議入りするぞなどの意見がわーって噴出したのを、フジテレビ、吉本興業が見て、さすがにこのままじゃきついなと、思ったんじゃないかなと思います。で、僕も文春法をやられた時、実はですね、スッキリの朝のレギュラーをやってまして、スッキリの方から、皆さん出ませんかと、出て皆さんの意見言いませんかと、言われたことがあります。なので全然あるんです、レギュラーの人が何か問題を起こした時喋るっていうのは。だから、スッキリだと、でも公平公正のあれをしなきゃいけないから、僕が自分なりの意見を言っても、多分加藤さんなり、番組側が、いや、それは皆さんの意見ですよねと、でも週刊誌はこうやって報じてますっていう風になって、多分見え方としては僕が、完全に悪いみたいな見え方にせざるを得ない
勝ったと思うんですよね。で、僕その時なんかもうムカついてて、まあ人って週刊誌やられた直後って最初に怒りが来るんで、今も松本さんはそうだと思うんですけど、怒り、諦め、達観みたいな、この順番で感情が動きます。最初怒ってふざけんなと、あこれもう無理だなって諦めて、最後はまあいろいろ言いたいことあるけど自分が人間として、足りてなかったのだと、そういうのを全て含めて反省だなと、人への感謝、そういうのがなかったんじゃないかとみたいな達観になります。で人間は成長していきます。なのでまあ話それましたけど、多分今怒りがあって、で話戻すと、スッキリに出ませんかと、自分の口で言いませんかとプロデューサーの方からオファーが来た時、僕出ようかなと思ってたら、仲のいい放送作家の人が連絡してきて、皆さん絶対出ない方がいいと、テレビ史に残るやばい映像になると、皆さん今怒ってて反省してなくて、そんな状況でふざけんなあんな報道おかしいってテレビの朝のど真ん中でやったら、まあはっきり言って全世間から大炎上してとんでもない衝撃映像が残るから、まあ普通に見たいけど皆さんの人生考えてやんない方がいいって言って、僕はああそうかもなって思ってやめました。まあそんなような話があって、まあ松本さんの場合はフジテレビ側から出ない方がいいってなって、出演を取りやめっていうことですね。でこの流れから分かるように、松本さんと吉本興業は割れているんじゃないかということが推測されます。要は松本人志個人としてはワイドナショー俺が立ち上げて、俺がやって吉本興業制作で、もう俺の村だと、俺のホームタウンだと、出るも出ないも自由だろって思ってたと思うんですけど、まあそういう昨今のいろんな意見、公平公正なコンプライアンスから松本さんは出れないって判断になったと。で松本さんとしては多分今怒ってて事実無根だと、許せないと、週刊誌訴えてやるというテンションだと思います。なんですけど、昨日の朝日新聞かなんかの報道で、訴訟するのは吉本興業じゃなくて松本ひとしさん個人になるっていうのが出てました。これめちゃめちゃ大きいことだなと思ってて、当たり前ですけど普通吉本興業 VS 週刊文春、文芸春秋社なるはずです。で今までも、吉本興業って結構、講談社に対して、フライデーに対して反社問題の時結構ガツガツ戦ったり、週刊文春だったら霜降り明星のせいやさんがなんかズームで女性とズームしておちんちん出しておなにしたっていう、ものがあって、でそれもそれがセクハラだって言われたんだけど、いや普通に同意の上で楽しくやってただけでしょっていうので、吉本興業と週刊文春が戦って、これは吉本興業が勝ってます。週刊文春はコロナ禍でのセクハラ行為とかって書いたんですけど、普通に女性もノリノリでやってたっていう風な結論が出て、セクハラとは言えないっていうことになって吉本興業が勝ってますみたいに、吉本興業は結構事務所の中でも週刊誌とちゃんと戦って、たまに勝つまでやるっていう印象があります。なのにその吉本興業の天皇のような存在である松本さんのこんな大きいニュースに対する訴訟を吉本興業がやらずに松本さん個人にやらせるっていうのは相当大きいことで、何があったかまだ推測の域は出ないんですけど、多分吉本興業としては守りきれないと思ったじゃないかなと。要は守りたいものが違くて、吉本興業は当たり前ですけど松本さんは守りたいけど、それ以上に会社を守りたいし他の芸人を守りたい、で松本さんとしては自分の名誉を守りたい、で吉本興業としては松本人志さん個人の名誉を守るために会社と他の芸人を犠牲にするということはできないと、判断したんじゃないかなと思います。というのは多分吉本も、ちゃんとした会社なので裁判にも慣れてるので、多分この件に関して裁判した時のシミュレーションなどを考えてるんだと思います。ってなった時に多分いろんな芸人さんに聞き取りをして、ぶっちゃけどうなんだと、いう話で、まあ出るは出るはそういう合コンみたいな、そういう、ゲームみたいなのはやってましたっていうのがいろんな人から、情報が入ってきたんだと思います。でなった時に裁判はあらゆることを全部出さなきゃいけないので、もし松本さんが
名誉毀損裁判で勝ったとしても、いろんな芸人のいろんなことが出てきて、それは会社としてどうなんだというふうな時に、それはなかなか厳しいって思ったのかなっていうのがありますね。まあすごい可能性少ないけど、松本さんが吉本に対して俺は個人でやりたいって、損害賠償請求も個人でもらいたいから自分でやりたいって言うっていうのもあるけど、でも基本的には多分前者の守りたいものが違くてちょっと割れちゃったんじゃないかなという気がします。で実際僕の元にですら、いろんな、まあ、芸人さんの友達とか芸能プロダクションの人とか社長とか、勤めてる人とかいっぱい、知り合いがいるんで、僕ですらいろんな話をがこの数日で入ってきてます。そういうゲーム腐るほどしてましたよっていうような話だとか、普通に DNA 残したいって言われたみたいな話だとか、僕ですら入ってきてるんで、吉本、に入ってきてないわけがない。さらに週刊文春にも死ぬほど、そういう話が入ってきてると思って、で裁判になるとめちゃめちゃそういうのが全部出るんで、結構きついなと思ったんじゃないかなっていうのが、推測されます。でまあこういう流れを見てると、まあ結局、松本さん初動の事実無根です、戦いますっていうツイートを個人でしたとこから、全てありとあらゆる判断が間違って逆の方向に転がっちゃったんじゃないかなという気がします。でみんないろんな人が初動ミスだとか、謝罪がダサいとかいろんなことを言って、ただ僕も一文春法経験者とすると、お前らその立場になったら絶対初動ミスするぞって思います。なかなか人間ね、いきなり週刊誌がやってきて世の中に自分の言いたくないことがバッて出て、しかもその書かれ方が自分が思っているものとは全然違う書かれ方して、で仕事なり家族なり何なりが失うかもしれないってバッてなった瞬間、まあまともな判断が、できる人なんてほぼいないです。みんな初動ミスするんです。その初動ミスがダサいとかっていうふうに解説 してる、インフルエンサーなりなんか評論家、お前がやられたら絶対初動ミスするぞと、そういうことです。でこれちょっと解説すると、結局、損切りというのが大事なんですね。初動、週刊誌に直撃された時、損切りができるかどうか、これが人生を大きく分けます。損切りっていうのは、まあ株の投資でよく使われる言葉で、自分が投資している会社がもう株価がどんどん下がっている時に、ああもう下がってるから今売っちゃおうって判断できるか、要は1000円だったものが500円になって、うわ下がった、でももうもっと下がりそうだから売っちゃおうって言って売っちゃうのが損切りですよね。売れるのがで損切りしたと、1000円のが500円になってその瞬間売ってマイナス500円だけど、まあ、マイナス500円で済んだと。でも多くの人は損切りできないんです。もしかしたら上がるかもって思って、1000円のが500円になって300円になって200円になって100円になって、本当にゴミ同然になって初めて、あ、終わったって思うんですね。こうやってなるべく早く損切りして被害を最小限にとどめるっていうことが大事なんですけど、しかしの直撃においてもそれが大事です。ただできません、人間ね。これがまあ仕事のミスとかだったらできるんですよ。なぜならば仕事のミスとか赤字とかっていうのは、その経緯を自分でわかるじゃないですか。あ、この新規事業赤字になりそうだな、あ、やっぱ赤字になったな、やめようみたいなことは比較的できます。それはなぜならばそのプロセス側を見てるから。でも週刊誌っていうのはある日突然やってきます。幸せに生きてた しかも絶頂の人にやるんで、楽しいな、幸せだなって思ってるところにある日突然やってきます。で全て失うかもってなった時に冷静に判断できるかと。だから今回の例で言うと、前回の配信でも言ったんですけど、3つの段階に分かれると。で1つ目は完全な事実無根、女性と会ったこともない、ホテルに行ってもいない、これが1で、2が、実際に女性にも会ってるしホテルにも行ってるけど同意の上でやってたと。要は不倫不貞行為には当たるけど別犯罪じゃないよねと、これが2で、3が嫌がってるのに強引にやって、性加害、これがまあ犯罪に当たるとでなった時に、2でも
前回の配信で言ったみたいに法を犯してなくてもテレビから追放されたりスポンサーが離れたりするんですよ。だから松本さんがそう直撃された時、本当は丸2なのに、まあ丸2と丸3の間の、どっちかで、丸2までは確実で、丸3を否定するべきなのに、要は、まあ確かにそういうパーティーむちゃくちゃやってるわと。芸人だからと。でも、強引っていうのは違うと思うな。もしでもそう思われてたら自分が悪いわ。みたいなことを言えたら、損切りできてたんですよね。要は、丸にまでは認めると。したら、スポンサーは一時期離れるかもしれないし、テレビも一回お休みするかもしれないけど、まあまあ、こんな泥沼にはなんなかった。でも、松本さんは、損切りをできなかったから、丸一を否定しちゃったんですよ。要は、事実無根だと。した時に、週刊武士は、おやおやと、事実無根って言っちゃったねと。いや普通に死ぬほどこういうパーティーしてますよね。 A 子さんだけじゃなくて B 子さんも C 子さんも D 子さんも E 子さんもいますよね。 F も、G も H もいくらでもありますよっていう風になっちゃって、後手に回って、世間から見るとグダグダになっちゃったと、そういうことです。なんで皆さん、これを見てて週刊誌に、書かれる可能性がある人、テレビ出てる人、あ、これちょっと解説すると、まあ、この辺も昨今SNS の流星があって曖昧になってるんですけど、基本的に公人しか書かないというのが週刊誌は、言われてました。それはなぜかというと、週刊誌っていうもので報道をする必要性、必然性があるかっていう時に、詩人、私の人といって一般の人をいきなり書くっていうのは、それが事実であっても名誉毀損になります。普通の不倫とかね、スキャンダルを。でも公人の場合、公の人なんで、個人のプライベートなどは暴くが報道として必然性があると、必然性とか報道としてやる妥当性があるみたいなことが言われてます。で、個人は、要は個人っていうのは広く顔を出して、その印象によってお金を儲けたりしているんだから、その顔で言ってる分、その顔の裏側は実際言ってることと違かったら、それを報じる意義があるよねっていう論理なんですけど、週刊誌側からしたら。で、公人っていうのは一番わかりやすいのは政治家とかですよね。要は税金をもらっちゃってる人は、完全に公人です。当たり前ですよね。だから政治家が何か悪いことしたり不倫したりして報じられるのはしょうがない。それは国民の税金で、食ってるわけだから、なんかその国民の支持がなくなるようなことをやったら、それは出すよと。で、政治家はそうなんですけど、あとは上場企業の社長、テレビのレギュラーを持ってたり、レギュラーを持ってなくても比較的よく見る人、これも公人とされます。この辺って曖昧なんで、法律に書いてあるわけじゃないんですけど、テレビ出る人、あとベストセラーがある人、10万部とか、まあ最近本売れない5万部とかでも、まあみんながなんか知ってるような本を出してる人は公人に当たります。これは週刊文春の元編集長で今統括やってる新谷さんから聞いた話です。で、その時は SNS って微妙なんだよねって、新谷さんはおっしゃってたんですけど、今は完全に、YouTuber とかも公人になりました。一定の、登録者数がいる YouTuber とかインフルエンサーも、公人になったと。だからもはや今の、昔はメディアに出てる人とか政治家とか上場企業の社長ってなってたんですけど、 SNS が出て1億総発信社会になった今、まあ、ほとんどの人が公人っちゃ公人みたいになって、この辺の、線引きも非常に曖昧になってます。あなたが公人だった場合、書かれる、可能性があった場合の、アドバイスとしては、損切りを、すること。まず絶対に自分を守りたいと思うんですけど、いや、もうここまで認めて、ここまでのもう仕事がなくなる、こんぐらいお休みしなきゃいけなくなる、もうそれは受け入れよう、よしってなれたら被害が最小限で済みます。でも絶対損したくないって言って損切りできずにいると、どん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 追い込まれていきます。気をつけてください。で、よくたけしさんとかしんすけさんはすごいかっこよく記者会見したり、潔く引いたのに松本ダサいみたいなこと言ってますけど、これはもう経験値です。一回週刊誌やられて、なんか失ったことある人は、2回目、3回目、比較的損切りしやすくなるんです。
まあ、大体これぐらいの被害で済むなとかいろいろわかるんで損切りできます。でも松本さんが松本中居っていう番組でたけしさんとこの前話してた時、たけしさんと違って自分はスキャンダルがないのがコンプレックスだみたいなことを言ってたように、松本さんって意外と週刊誌にどでかいことをやられたことがないんで、基本的にスキャンダル童貞だったと思うんですよね。で、スキャンダル童貞は絶対損切りできません。これは松本さんがダサいわけでも、男気がないわけでもなく、多くの人は、最初は初動ミスをすると。多分、この後、また2回、復活して、また週刊誌が来たりしたら、その時はもっと懐深く対応できるんじゃないかなと思います。で、4つ目、週刊誌の印象操作。これはだから週刊誌、これ橋下徹さんが言ってた意見で、ああ、なるほど、面白いなと思ったんですけど、裁判になった時何が争点かって言って、今世の中的にはその性行為における合意があったかなかったか、性加害だったか、普通に遊びでやってたかみたいなのが争点になるって言っているけれども、違うと。橋下さんの意見としては、文春は争点をそこにはしないはずだと。それだったら結構負ける可能性がある。文春が争点とするのは、松本さんに性加害されたと被害を訴えている女性がいるということを争点にするはずだって言ってて、で、それはいるじゃないですか。しかも週刊誌は裁判対策としてそういう書き方をしてると。週刊文春はそういう女性がいますというふうに書いていると。要は性加害をしたって書いてるんじゃなくて、性加害をされたと被害を訴えている女性がいますと書いてるから、そういう訴えてる女性がいること自体は事実だから、別に何か間違ってますかって言えるっていうようなことを橋本さんが言ってました。みたいに、要は週刊誌の印象操作っていうところで僕が言いたいのは、週刊誌ってもう異常に謎に発展してるんですよ、その文章の書き方が。で、2つあって、1つは裁判対策。さっき言ったみたいに、松本人志が性加害したって書くんじゃなくて、性加害をされたと訴えてる女性がいるって書く。それ自体は事実でしょって言うみたいな、すごく巧みに裁判で負けないような書き方を持っています。で、もう一つは印象操作。その文春、週刊文春の元編集長で今統括やってる新谷さんとかがよく、週刊文春はファクトだと。ファクトしか書かない。我々はファクト、事実です。事実と向き合ってるって言い方するんですけど、で、僕も新谷さんすごい、昔尊敬してて、対談とかさせてもらったことあるし、本もめっちゃ読んで面白くて刺激受けて、やっぱこういう編集者すげえなって思ってた。で、直接聞いてるし、本にも書いてあるの読んでるんですけど、もう繰り返し言います。文春はファクトを書くんだと。ただ、いざやられて、すごいイメージが変わりました。ファクトって選べるんですよ。要はファクトが10個あったとして、文春が作りたい、こいつを悪人に仕立てたいっていうストーリーがある。で、ファクトが10個ある時に、こいつが悪人に見えるファクトを3つだけ抜いて、あとの7個を見たらどっちの意見もあるんじゃないって思っちゃうから、確実に悪人だと思うこの3つだけを抜いて、いい感じに並べ替えて、で、前後の文章をつけて出すと、実際の状況とはまるで違うものが出来上がります。ただ、じゃあこの記事、この3つのものは嘘ですかっていうと、いや、この3つのものは確かにファクト、事実ですと。ただ、この7個の書いてないことめちゃめちゃあるじゃん、みたいなことをやります。なんでファクトです。要は、お前間違ってんなら訴えろよって言われるんですよ。よく、週刊誌に書かれて、いや、おかしいって言って、おかしいなら訴えればいいじゃんってよく言われますよね。皆さんも SNS で言うことあると思う。ただ違うんです。違うんだが、書いてあることは確かにファクト。でも書いてないことがめちゃめちゃあるよね、と。しかも、訴えようにも、そういうことを訴えてる女性がいますとしか書いてなかったりして、いや、これなんか全然印象が違うものになっちゃってるけど、いざ訴えようと思ったら事実だし、どうしようみたいなのが週刊誌のレトリック、
うまさです。文春公文とか文春文学って僕は勝手に言ってるんですけど、まあそれがすごい歴史とともに引き継がれていって、もう一般の人が見たら普通に、うわぁひどいって思ってるけど、いざ裁判やろうと思ったりした時に、すごい巧みに裁判対策されて、すごく巧みに、印象操作がされています。なんで、僕も、文春法受けたし、まあ僕の周りなんて、毎週誰かが文春法受けてるみたいなことがあるんですけど、多くの場合、話を聞くと100ゼロでそれ悪いねってことはないです。確かにと。こっち側の意見聞いたら、うん、そりゃそうだ。こっち側の意見言ったら、ああ、そうかっていうことがほとんどです。でも週刊誌はそんな、両論併記して、どっちにも言い分あるみたいな記事書いても全然面白くなくて売れないんで、一人を確実に悪人にするぐらいために、都合よくファクトを抜いて、都合よく並び替えて、印象操作します。なので、松本さんのこの件も、もう、あんなテレビスターだった人が、今、世の中から1億総袋叩きになっていますが、はっきり言って、まあ女性の気持ちとか考えなきゃいけないっていうのは前提としつつも、で、そういう印象操作が強くあると、僕は思います。で、まあ週刊誌とかね、いうのは、権力を叩くんだと。我々は、強いものをペンの力で倒していくんだとか、大きいものと戦うとか、そういう言い方します。ただ、もう、この今 SNS があって、こう一人の人を週刊文春が火をつけて、バーンって、SNS 含めて袋叩きにして世の中から消すみたいな、この昨今の状況においては、週刊誌こそが最大権力者です。政治家よりも、インフルエンサーよりも、芸能人よりも、週刊誌とかメディアこそが権力になってしまってます。彼らが潰したいと思った人、人間なんて誰だって恥ずかしいこととか、やばいこととか、どっかしらありますよ。それをすごく極端に書けば悪人なんていくらでも作れます。ファクトと言うけど、お前らがファクトを都合よく選んでるだけじゃちゃうんかいっていうことはあります。で、そうやって一人の人間をいくらでも消せます。そして莫大な利益を得ます。週刊誌こそがもはや権力者です。なので、週刊誌の、存在意義も当然あると思います。そういうのがなかったら、強い人が、好き勝手やるような世の中になって、都合いいようなことを言って、みんなを洗脳したりもできるんで、週刊誌があるからこそ、自浄作用っていうのは効くっていうのもあるんだけど、それが一周回ってもはや週刊誌が一番の権力になってんじゃないかなと、思って、その辺はどうなのかなと、このまま松本さんが何も言わず世の中から消えるっていうのが、果たして僕正しいのかというと、僕は正しいとは思いません。僕は松本さんは松本さんの良さがあって、それが全部否定されて、もうさよならってなる世の中はおかしいと思ってます。